プレリミナリーファイト第2試合はライト級の一戦、3分3ラウンドで行われます。画面左が赤コーナー、赤いグローブ、河口健志郎、プロデビュー戦、168センチ。対する画面右、青いグローブ、プロ2戦目、プロ初勝利を目指す志村力、身長183センチ、その差15センチあります。天聖流総本部から志村、対する K-1 ジムごとのチームキングスから河口です。第1ラウンドのゴング、まずデビュー戦の赤いグローブ河口がリングのセンターを取りました。少しアップライトに構えます。そこに左のハイキック蹴っていったのが志村。藤島さん、15センチの身長差、これファイターとしてはどうなんでしょうか。いや、やりづらいですよ。もちろん小さい方がやりづらいですよね、はい、やっぱり、ね、あの距離感、いつも言うんですけど、やっぱり自分が当たる距離とは、うん、な、相手にとって当たる距離が自分にとって当たらない距離になっちゃうんでね、背が小さい方にとって、まあ、ですから河口にとってはああいう距離を取る前蹴りなどは有効ですよね。そうですね、はい。逆に石川さん、河口はどう攻略していきたいですか。まあ、中に入りたいですよね、やっぱりロングリーチを殺す、ところまで入り込みたいですよね、今こういう風に下から崩していく、もしくは、上下パンチを、お腹とボディと蹴り打ち分けていくとかですね。どう攻略していくか、当たるところをまず見つけるっていうのが、まあ、こういう場合大事ですよね。そして今志村がサウスポーにスイッチして左のハイキックから一気に前に出ていきました。左の膝も使います。まあ、これ身長差だと膝も顔面まで届きます。コーナーに詰めていって、あ、志村選手の膝すごくいいですね、すごくいいですね。そして再びオーソドックスに戻します。まあ、もともとプロフィールですと2人とも左足前オーソドックスに構えるというデータがあるんですが、あ、ここも少し顔面目線のフェイントを入れながらパンチを打ってまいります。左の膝コーナーに詰めて一気にラッシュ、畳みかける志村力。さあ、プロ2戦目初勝利を目指す戦い、まず一つダウンを奪いました。いや、このまま畳みかけた方がいいですね。うまい、素晴らしいラッシュでしたね。残り1分以上あります。第1ラウンド、しっかり圧力をかけて攻撃をまとめて KO で勝ちたい、その宣言通り、あ、ボディが効いている、河口ボディが効いている。2度目のダウンです。2度目のダウンは河口、スタンディングダウンを取られました。1ラウンド3回のダウンで KO 負けとなります。さあ、志村はチャンス、大チャンス。石川さんもこのラウンドで決めたいですね。はい、決めるべきですね、はい。左の膝、プロ2戦目、最後は左の膝で見事な KO 勝利、プロ初白星を挙げました。いや、素晴らしい、試合でしたね。デビュー戦での、デビュー戦で負けちゃったことの反省点をしっかり生かして、イメージ通りの100点満点の試合が見たんじゃないですか。まあ、改めてご紹介しますと、テーマはスピード、最初からしっかり圧力をかけて攻撃をまとめて KO で勝ちたい、全部有言実行、100点でしたね。言った通り、あのデビュー戦の時からね、十分なパワーがあるのを示したんだけど、攻撃の精度がちょっとなかったかなと思ってね、それで落としちゃったとかあったんだけど、この自分の生かした体格とね、パワーをしっかりとそれに精度を加えた100点満点の試合ですね。いや、これはすごい自信になったと思いますよ。対する河口はデビュー戦惜しくも飾ることができませんでした。ただ最後まで真っ向から打ち合った河口です。プレリミナリーファイト第2試合ライト級の一戦はプロ2戦目、志村力が左の膝で見事な KO 勝利、プロ初白星を掴んでいます。